こんにちは、コッコです。本日は相模の国一宮寒川神社へ初詣に行ってきます。小田急線厚木駅で下車し、 JR 相模線へ乗り換えます。相模線は1時間に 3,4 本ほどなので、前もって時間を調べられた方がスムーズです。寒川神社の最寄り駅は宮山です。時刻表を記録しておくと良いです。宮山駅はとても小さな駅です。始まりはここからですって。駅を出たら道路を渡り、右へ500メートルほど歩きます。寒川大橋を渡ります。のどかな風景が広がっています。宮山駅は三の鳥居までの最寄り駅で、もし一の鳥居から参拝するなら寒川駅下車で2キロほどの距離となります。ゆっくりペースで10分ほど歩くと三の鳥居に到着です。鳥居の手前に太鼓橋があります。右手に噴水が見えたので寄ってみます。ベンチがあり、一休みできますよ。参道は舗装され、広くとても歩きやすいです。ベビーカー、車椅子も楽々です。寒川神社は少なくとも1600年の歴史があるそうで、全国唯一の八方除けの御神徳とのことで、全国各地から参拝者が集まります。縦に結ばれているおみくじの色合いが可愛くて、神門に飾られた迎春ねぶた、今年は風神雷神。ねぶたの下をくぐれば厄除けになるそう。寒川彦の御子と寒川姫の御子と二柱の神を祭り寒川大明神と、広く美しい本殿。八方除けのご祈祷は受付にて願い事の聞き取りから始まります。実際に神職の方にお話しし、願い事に合ったご祈祷をしていただけるそう。方位盤と根天儀、方位や星の運行に準じて物事を決めたり行うことは国家の命運をも握ると昔から考えられてきました。龍が天空を支えているみたい。レプリカとのことだけど、素敵なデザインで見入ってしまいます。八方除けの御神徳は、心軽くする転ばぬ先の杖、あらゆる厄災は限りなく小さく、訪れる幸運は限りなく大きく、行く道迷うとき、立ち止まるとき、光求めるとき、前に進むために、お願い事に合わせたさまざまなお守りを手に入れられますよ。カラーのお守りは意味を見て選んでも、直感で選んでもいいかもしれませんね。がっちり頑丈そうな神門、メリハリのある色使いがまた惚れ惚れします。お正月も三が日を過ぎるとゆとりの参拝ができますね。神門の前で守る狛犬の大きなこと、風神雷神のねぶた、思いがこもってますね。さてさて、参拝の後はにぎわいに吸い寄せられ、初詣の風物詩ですね。屋台がぎっしりひしめき合っています。何か買いたいな。何にしよう。これはなんだ。見た目だけで買ってしまった。ミルクのいちご飴。和牛串焼きのお店から出る煙、そそられますね。横須賀の揚げもんじゃ。気になるので覗いてみます。パリパリの皮の中にとろっとしたもんじゃが。チーズ入りとキムチ入りがあり、チーズ入りにしました。パリパリとかカリカリとかサクサクに弱い私、このお店一番端っこにあって出会えたと、あらかじめ具を包んだものを用意してあり、10
注文を受けたら揚げるだけ。すぐに出来上がります。仕上げにお塩を振ってくれてます。これは温かいうちに。熱々です。チェダーチーズかな、入ってて美味しい。大きな木に囲まれ気持ちの良い境内。前から思っていたけど、寒川神社のこの小道が好きです。ここを通って最初の参道に合流します。始まりはここから。一人参拝、良い時間でした。横からおじさんが現れて帽子を取って一礼。太鼓橋って下りがちょっと怖いですよね。おっとっと、相模の国一宮、寒川神社へぜひ足をお運びくださいませ。明るいうちに帰ります。ん、変わったお店。駅の自販機に売っていたこの果汁 100% ジュース、とっても美味しくておすすめ。日が傾いて雲がピンク色、三日月も見えるかな。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。